美しい1750mm のスポークドーリンの C51、 大正生まれの18900型は王子の急行旅客機の花形であったと同時に、その後の国鉄の C54、 C55、 C57 と続いたライトパシフィックの原型にもなった傑作機関車だった。こうやって梅小路でじっと動かずに50年以上経っているが、梅小路には山陰本線用に昭和40年10月まで C51 が残っていたのだ。 C51 が昭和40年に引退した後、全て DL に変わったわけではなく、車歴の浅かった C57 がその後10年間引き継いでいたことは、急行客れの役目を C53 そして C59 に引き継いだことに加え、地方幹線には C51 で十分であるということの証明を大正時代にできていたことなのだ。こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。289両を数えたパシフィック C51 の系譜において、大きな流れとしてこれら C53、C59 に続いていく幹線10パシフィックにつながるものと、C54 を挟み、C55 と C57 という地方幹線の旅客運用の流れがあると思っている。だから今回はこちらの系譜をたどるということね。C55 は省くけどね。C55 泣いてるよ。今日もゆっくりしていてね。山陰本線豊岡で佇む C51-237号機、先の梅小路組とともに山陰本線を受け持っていた。東海道の主要機関区には C51 が配備され、戦前徐々に C53 に置き換わっていった。整備は大変だけど、すごく早いからね。東海道は C53、山陰や福知山線には C51 という具合に配置が固まっていったわけだよ。軸重重いから山陰本線には C53 は入れないと。 C51 がなくなった山陰本線はこうやって、あっという間に梅小路の C57 や豊岡の C55、C57 にとって代わられた。写真が普及した頃にはもう C51 は絶滅危惧種だったから、山陰本線は C57 のイメージが定着したんだろうね。そういうことだね。無煙化が進行し、この梅小路の花だった C57 号を木本洋化から浜田まで落ち延びていき、昭和49年に最後を迎えたんだ。あ、これはボックス動輪の C51 じゃない。亀山の組名札がある240号機だよ。ということは、紀勢本線と三宮線でしょ？そうだ。クイズを出さないと霊夢は冴えているな。何言ってんのよ。プンプン。先週のクイズわかったじゃない。亀山はこの本州最後の4次系 C57 も含め、最後まで C57 が活躍したが、こちらも戦前戦後は C51 の牙城だった。さっきの C51 の急行がやってきた名古屋口は、あっという間に C57 に変わった。ここは関西本線名古屋駅だよ。亀山の C51 はお召し牽引もこなしていたけど、関西本線の兜峠の補給も務めたし、遠く奈良まで来ていた。そうすると、代わりにやってきた C55 や C57 は？亀山の C57 は亀山から兜を越える関西本線には行かなかったと思う。紀勢本線と三宮線だったはず。視聴者様ご存知ならば教えてください。紀勢本線だ。向こうから C51 が10連でやってくるね。読みにくいけど、C51-209 と読めるよ。あ、亀山の機関車だ。昭和29年の植樹祭の行幸系のお召し呼び機だって。紀勢本線の名古屋行き急行列車。後ろは C57 だよ。ここは左の名勝線が分岐する、近鉄山田線の松ヶ崎駅の近く。あ、C57 が本向きだったんだ。世代交代する機関車が仲良く10連を組んでいるわけね。そういうこと。DF50 じゃなくてよかったね。亀山は三宮線がここ滝駅で分岐する。亀山に C51 が残ったのはお伊勢参りのお召し機の C51 が古くからいたせいだと思っている。ある程度お召し機の影響はあったと思うわ。C57 はその後3両になっても、三宮線の筋で遅くまで残った。共栄工業さんで美しくなって保管されているこの148号機も最後の亀山の C57 だったね。磐越西線駅の客れが新潟駅で待機している。前補機が戦時系の D51-1093号機。会津若松の D51 だ。後ろはお皿の回転日の子止めつけた C51 じゃないの。磐越西線は D50 と C51 の組み合わせが長かったんだ。D50 は D51 に、C51 は C57 に変わっていった。これらは会津若松機関区だね。大正の機関車が昭和の最新鋭機関車になっていったところは近畿、中京地区と同じだね。こうやって、スペックを比較すると、C57 は C51 の完成形だったということがわかると思うんだよ。C51 が走れるところを最新の機関車で更新したわけだね。
でもみんなほぼ同じ性能なんだよ。だから、車歴が古いところを除けば、製造台数もかなり多い C51 は、十分活躍できて、保守も手慣れていたんだよ。一言で言うと、私たち C51 の成功は、アルコノは1900パシフィックのコピー構造であったことで、ミシーゼロの10ホイラーより皮質を大きく取れ、狂気鉄道に最適だったことです。狂気の C51 で十分な性能が出ているじゃないかと後期論争に鎖を打ったそうよね。そうなんですよ。私たち以降は溶接や製造のレベルが上がり、蒸気圧を上げていったけど、日本では私たちで十分なんです。当伴を8時間で結んでいたのは C51 だったからね。だから、例えば裏日本縦貫線だと、こうやって C51 を使っていて、それを C53 や C59 に置き換えるまでの速達性は考えなかったんだろう。路線の強化って線路だけで済む話じゃないし。この236号機は、戦前からお召しして駅で宇都宮にいたんだね。この頃は新潟の機関車だよ。これは長岡駅だね。そして、日本海縦貫線は C57 に置き換わっていった。でもね、マリサ北海道はちょっと違っていると思うのよ。それは急行マリモ。後の急行ニセコの C62 なんだけど。小樽急行には昭和30年に C51 が6両いたけど、C62 が東海道からやってきて、全部いなくなっているのよね。C62 が来るまでは、函館オシャマンベが C51、オシャマンベから小樽が D51 10連、それから滝川まで C57 だったな。それ以降はこの D60 か D51 が牽引。だから、岩見沢の C51 が C55 や C57 に置き換わったけど、北海道では C51 は C62 に置き換わったケースがあったと思うのよ。確かに函館本線の海線は C51 が C62 になったということだね。東海道のようなことが起きたわけか。もっとも函館本線では C53 や C59 は線路規格で走れなかったろう。良い着眼だ。さて、我々に身近な首都圏の例だ。C51-180 だ。桜の機関車。成田線に行く列車だね。座り込んでる若い女性がうるさいわねーと睨んでいるみたい。とにかく蒸気時代の上野駅はうるさすぎだったよ。同じく成田線に行く C57-134。これも桜の機関車。履歴を見るとちょうど C51-180 の廃車のタイミングで田端からやってきているよ。上野駅はこういう荷物をいっぱい持ってくる行商のおばさんたちいっぱいいたね。以前練馬にいた時は、行商のおばさんからお花を買ったことが何度かあったよ。九州の C51 は代理機関区に始まり、鳥栖、熊本と配備され鹿児島本線を中心に活躍したが、戦中より C59 に押されて、廃棄や長崎に、そして戦後のハドソンの進展で西に、そして南に落ち延びていった。吸客機でない場合の運用では C57 に変わったわけね。若松や能形の C51 はいなかったとすると、ここでは C51 から C55 や C57 に変わったわけじゃないのね。そうだと思う。大体筑豊には C57 はいなかっただろう。筑豊の旅客の高速化は C55 から配備されたんだね。あまり長崎方面やると視聴率下がるから、最後の九州の C51 もとい。日本の最後の C51 は吉松だった。デフ周りがカクカクに改造された C51 だったね。この姿って、東ドイツの01号に似ているわ。そうかも。昭和41年2月の最後の C51 はこの94号機だった。意外と若番なのね。大正12年生まれなんだ。アメリカとの戦争が始まる前に岡山から九州に来ているわ。今日のテーマは C57 だから、吉松の C57-151号機で締めとしたい。熊本の緑ナンバーだったし、演出扉は十文字のだったけど、吉松で普通になっちゃったんだね。そうみたいだね。吸客機 C51 は、10パシフィックの系譜の頂点にあるとともに、C57 で完成を見せた、気候路線や幹線普通列車の主力機の原型だったわけなんだよ。その過程では板大枠から棒大枠へ、リベット結合を溶接にして軽量化を図り、重量バランスと出力バランスをうまく取っていったんだね。ということで今日の授業は終了だ。次の講義を楽しみにしてくださいね。C51 の一番のポイントは1750ミリの動輪径だと霊夢は思うわ。次の番組もお楽しみに。